今日登場した素晴らしい選手たちが日本でレースしてるっていうのが不思議でしょうがない気がしますね、今田さん。本当に、なんも期待ないですよね。で、まあ、素晴らしいチームっていうふうに言ってましたけれども、ボレーの、はい、ボレーの選手。はい、そうですね、また、ツールドポロービュー今年8月に開催されたレースですが、アレッサンドロ・バーラに続いて総合2位を獲得したり本当にビッグレースで上位に食い込んでいます。ベルタはもちろんね、バルベルトや総合1位を導きながらですからね、すごい足元ですよ、はい、またその他にも素晴らしい選手たくさん揃っていますね、ラストラス選手もラストラス選手も今ありました、ね、優勝されている三大ツール全部で、はい、本当にすごい、なかなかないですよ、それだけの写真を撮りたいっていうのはもう、いらっしゃると思います。またダビロペスガルシア選手に関しましてもやはり、まあ、メインアシストということもありますが、ドイツツアーでステージ優勝をされ総合3位の実力がある選手です。そうですね、今回ベルターでバルベルデを支えた選手の一人ですよね。またあの LBT 選手も昨年ブエルタでステージ優勝を飾られまして、それぞれがご自身でも勝てる選手たち、これがまた調子がいいというロドリゲス選手を確認、どのようなレースを見せてくれるのか明日楽しみですね。強烈な特急列車ですよ、本当強烈そうですね、その戦いをぜひ見せてほしいですよね、皆さんね。しっかりしてください。